ピエール・ワルデックルソーの写真。ナダール撮影。ピエール・マリー・ルネル・イルネスト・ワルデックルソーは、フランスの政治家、弁護士。フランス第三共和制で、閣僚評議会議長を一期務めた。1846年12月2日、ルネ・ワルデックルソーの息子として、なんとで生まれた。生まれつき目が悪かったため、最初は本を読むことも禁止され、教育はすべて苦伝で行われた。 その後、ボワティエとパリで法律を学び、1869年1月に弁護士免許を取得した。父が共和派として有名だったため、ピエールも共和派の重鎮からの支持を得た。例としては、ジュール・グレビがワルデック,クルソーのパリ放送会における講演者になったほか、ジュール・アルマン・デュ・ホールや、ジュール・シモンの邸宅にたびたび招かれた。しかし、パリで6ヶ月間待っても、 事件を引き受けられなかったため故郷に戻り、1870年にサンナゼールで弁護士業を始めた。同年9月、地方行政を暫定的に担う、地方自治委員会の秘書にわずか23歳ながら、就任、サンナゼールの守備隊を組織した後自ら軍を率いて、進軍したが、備蓄の弾薬がすでに国に徴用されていたため、弾薬不足に陥り、戦闘に参加することはなかった。 その後、1873年に、レンヌに移り、弁護士業を続けた。1879年、国に対する陰謀と、社会秩序への憎悪を植え込む教育以外のすべての自由を尊重するとのマニフェストを掲げて、大議員議員に当選した。大議員では、レオン・ガンベタの政策を支持した。マルデク・ルソー家は、共和派ながら、カトリックの家系だったが、ピエールは、 ウィリアム・アンリはディントン内閣の教育大臣、ジュール・フェリーが提出した反共権教育の法案には賛成票を投じた。さらに、1814年に制定されていた日曜日と祭日に労働を禁じる法律の廃止に賛成票を投じ、新学生に1年間の兵役義務を課すことと離婚制度の再設立にも賛成した。また、1880年には、 フランスの司法制度を調査する大議員委員会を代表して報告を提出したことで名声を得た。1881年にガンベト内閣の内務大臣に就任、1883年から1885年まではフェリー内閣の内務大臣を務めた。フェリー内閣期には労働組合の承認を推進したほか、地方官僚に対する中央政府の唯一を 改めて表明した。1886年よりパリで弁護士業を務め、1889年には大議員議員への再選を目指さず、弁護士業に集中した。弁護士としてはパナマ運河義国でフェルディナンド・レセップスを弁護して、名声を得た。1894年に政界に戻り、ロワール県から選出されて、元老院議員に就任した。 1895年フランス大統領選挙では、保守派の支持を得て、フェリックス・フォールとアンリブ・リッソンへの対抗馬として、立候補、第1回投票で184票を得たが、第2回投票の前に立候補を取り下げて、ホール支持に回り、ホールを当選させた。以降の数年間は恩賢共和派からフェリーと、ガンベタの後継者として目された。 ドレフィウス事件に再始者ルルデューピュイ内閣が倒れると、エミール・ルーベイ大統領から組閣を要請された。一度は組閣に失敗したが、最終的にはアレクサンドル・ミルラント・ガストンド・ガリフェが両方とも入閣する大連立内閣を組閣。自身は内務大臣を兼任した。首相としては、ドレフィウス事件の収拾の一環として、司法の独立回復に努め、 アルフレド・ドレフィウスの最新軍法会議に介入せずに、見守った後妥協案として、ドレフィウスを特赦した。10月にル・クルーゾでのストライキへの介入に成功。翌1900年1月に、ポール・デルレードが高等法院で、有罪判決を受けると、内閣最大の危機は過ぎ去り、ワルデック・ルソーは最後まで軍を動かさずに済んだ。同年12月19日には、御社法案が可決された。 その後、ワイン業の振興策として、ワイン、サイダー、ビールへのオクトロア税を1901年初に廃止、同年に新結社法で、修道会の認可制を確立した。新結社法をめぐる、大議員での演説は後に出版された。1902年フランス議会選挙で、野党共闘が成立した結果与党が敗北。ワルデックルソーは、同年6月3日に首相を辞任した。 1904年8月10日に病死した。ありがとうございます。